これが俺の原点か。だが俺の中にはまだ決して目を背けられない奴がいる。オーム先輩。お前さんは、おう、Z か。どうも、お久しぶりでございます。おう、どうしたんだ。ああ、いえ、皆さんの調子はどんな感じかなと思いまして。今のところ順調にデータは回収できてるみたいですが。そうか、俺もさっき自分のカードを手に入れたところだ。さすがですね。ああ、そうだ、オーブ先輩とお話しする機会があったら聞いてみたかったことがあるんですけど。ん？なんだ。ケビクラ隊長、あ、いや、ジャグラス・ジャグラーのこと。奇遇だな。俺も今あいつのことを考えていた。オーブ先輩とヘビクラ隊長には並々ならぬ因縁があったんでございますな。ああ、もともとあいつとは仲間だった。だが俺がウルトラマンの力を得た時からお互い歩む道が分かれてしまった。戦いが。その後もオーブ先輩とは相入れなかったんですか。あ、いや、その俺とハルキが出会ったヘビクラ隊長とはずいぶん印象が違ったもんで。なるほど、最後はお互い通じ合うことができたんでございますな。はあ、どうだかな。あいつはつかみどころのないやつだから。確かにそんな感じでございました。その後もジードと共にあいつと共闘したことはあったが、本心はどこにあったのやら。あ、俺たちの地球にもジード先輩来ましたよ。そうか、その時にはヘビクラ隊長とジード先輩は面識があったんですね。ふん、聞かせてくれよ、俺の知らないあいつの話を。あ、はい。そうか、あいつがな。あの後、とある惑星で一回だけお会いしたんですが、その後はどうしているのやら。まああいつのことだ。今もどこかでひょうひょうと生きてるんだろうな。ですね、俺もそう思います。俺の旅はあいつと共に始まった。この先会うことがあるかは分かれないが、今でもあいつはジャグラーは俺にとって特別な存在だ。クソレーンってやつですか。そうかもな。なんすか。オーブ先輩のカードはもうゲットしたんですよね。ああ。ジャグラーの記憶。これが未来から送られてきたってことは、未来人にとってジャグラーはヒーローとして認識されてるってことじゃないですか。あいつが。まあどっちかって言うとヒールな気もしますけどな、ハルキ。そうだな。どちらにせよ、ジャグラーの俺の中にある絆の一つであることは変わらない。これまで力を貸してきてくれた数々の絆に報いるためにも、なぜと俺らはこの先も戦い続ける。はい。